皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はですね、スライスを直す魔法のレシピ、まあアマチュアの方、スライスで悩んでる方非常に多いと思います。やっぱりね、7割ぐらいかな、今でも、来てくださるお客様、ご新規の方たち、7割ぐらいの方は、どうしてもやっぱスライスで悩む。これはもうね、やっぱゴルフっていうのは基本的にスライスで悩むスポーツなのかなというふうに、思っています。で、そもそもじゃあそのスライスっていうのは、まあ一つ、ただの一つだけのスライスって思いがちの方が多いと思うんですけど、実はこれ3パターンなんですね。で、どういうスライスがあるかというと、単純に、クラブの軌道自体をまっすぐ触れていて、まあ、出玉がまっすぐ出ていって、こうスライスのスピン、サイドスピンの、がかかって右側にバーッとこう、曲がっていっちゃうパターンの一つ。それから、クラブが今度は少しインサイド側から来て、打ち出しからも右に出ていって、さらにフェースが開いていって、まあ、サイドスピンですよね、がかかってさらに右に行ってしまう、もう右から右へのいわゆるプッシュアウトスライス。そして、最後、これアマチュアの方が一番多いんですけれど、クラブの軌道が、少しアウトサイドからインサイドに抜けていって、いわゆる、ちょっとプルですね、引っ張り系からの、フェースが開いて、右側にスライスして戻ってくる、まあ、プルスライスですよね。この3パターンがあるんです。で、この3パターン、それぞれ、原因やら、直し方、修正の方法などが、変わってきます。それをね、これから皆さんに説明していきたいと思います。ぜひ参考にしてください。それでは早速、スライスの治る魔法のレシピ、まず一発目です。何かと言いますと、まっすぐ出てから右側にこうサイドスピンがかかってスライスで、行ってしまう、いわゆるストレートスライスですね。で、これはですね、基本的には、体の動きとかクラブの動きっていうのは、いわゆるクラブの動きっていうのは軌道ですね、この辺は変える必要はほとんどないと思います。なぜならば打ち出しがまっすぐいってるからです。で、問題なのはそこからスライスがかかってしまっている原因なわけですよね。それは何かというと、このクラブフェース、このフェースの向きを変えてくるっていうのが、一番大切なわけです。つまりは軌道は綺麗だけれど、インパクトの瞬間にクラブのフェース面が、何らかの作業によって開いちゃっているわけですよね。で、その開いている、修正の方法で一番いいのは、この手首の動き、この手首をどう使ってくるかっていうのが一番重要になってきます。例えばダウンスイングの時にこのクラブフェースの向き、これですね、クラブフェースの向き、まあ、これは手首の動きによって変わってくるわけですから、ちょっとここでご案内します。これが例えばこう側に折れてしまう、こう側に折れてしまうとフェースも当然こう開いてくるわけですね。この状態でダウンスイング、ボールにこうアタックしていくと、当然フェースっていうのは開いた状態で来るんで、ややストレートに出ていって、そこからシュッと右にサイドスピンがかかってスライスをしてしまう。もちろんこれはフェースが極端に開いていれば打ち出しはストレートに出ずにそのまま右に行くんですが、まあ、よっぽど開いてないってことを前提に考えていくと、手首の甲側に折れてしまっているのが原因ですよ。で、それともう一つ、インパクトの時に、手元、グリップのポジションがハンドファーストになりすぎてしまうと、フェースっていうのはやっぱこうちょっと開きやすくなるわけですね。フェースが開きやすくなる。このハンドファーストになりすぎてしまって、フェースが開いてそのまま右に行くっていう場合の基本的にはこの2パターンなんです。で、まずこの、先ほどお伝えした手首側に折れてしまう状況、これはいわゆる、パウドリストっていわゆるこっち側、こう側じゃなくて山側にこう折っていくようなイメージですね。こう側に折るんじゃなくて、そのこう自体を山側にこうやって折るようなイメージ。そうするとフェースというのは勝手にこう閉じるわけです。まあ、最近の僕はプレイヤーでいくと、まあ、ダスティン・ジョンソンとか、
ブルックス・ケプカとか、まあ、いますよね。そのプロたちとかの動きを見ていくと、こういうふうに山側に折れて、いわゆるパウドリストっていうこう使い方をして、フェイスが閉じた状態になって、ダウンスイングを戻してくると、基本的にはフェイスというのはまっすぐ来るわけです。だこれを後側に折ってインパクトしていると、基本的には右に行っちゃうってことですよね。で、このいわゆるここをまず直しましょう。それからもう一つ、正面側から見た時の手元のいわゆるハンドファーストになりすぎちゃうとき、これは単純にそのパウドリストをしていると手首の動きがこう張ってくるわけですから、フェースが簡単にこう戻ってくるわけですよね。で、これで、スライスは回避できるんですが、球自体はどうしても、打ち出しがロフトが立ってきますから、ハンドファーストの分だけ、球が上がらなくなります。球が上がらないんだったら、それはそのままで OK です。それがストレートスライス、いわゆる手首の作業で直していくパターンです。ぜひこの魔法のレシピ参考にしてみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。できればいいねボタンやらチャンネル登録なんてしていただけるととても幸いでございます。それから質問やコメントなどありましたら、ぜひね、していただけると、それにお答えしていきたいなというふうに思いますので、皆さんよろしくお願いします。お待ちしております。